もう少しだから、いい子で待っていて。そう？昨夜たっぷり愛してもらえて、まだその余韻が残っているからかしら。あとはこの格好？裸エプロンというのよね。こっちだと、新妻はこの格好をするのが普通なの？つまり今、すごくグッと来てもらえてるってことね。通い妻としては、これ以上ないくらいの戦果だわ。どうかした？私が作りたいんだから、いいのよ。城だと料理をさせてもらえないけど、こっちだといくらでもできるから楽しいし。それに、嬉しくて幸せで、しょうがないのよ。あなたのために、愛を込めた食事を作ってあげられるのが、よ。教えてくれたのはあなただし、喜んでくれるのもあなたよ。新妻としては、好きあらば言ってあげたくもなるわ。あなたこそ、私を愛してくれる力が高すぎると思うけど。朝食、作っちゃうわね。二人で食べて、それからまた、寝室に行きましょう。せっかく世界を渡って、あなたの腕の中に戻ってきたんだから、私だって、これでもかというほどに、愛してほしいに決まってるでしょ？ええ。次に通える時まで、余韻が残っているくらい、愛し合わなきゃダメよね。